昔から折り紙がすごく好きで、そこはすごくベースにあって、大学院でも折り紙の幾何学の研究を、しながら、それをどうこう建築構造と結びつけて、新しい形ができるかなみたいなところにメインで興味があります。で、具体的に折り紙と構造をどう建築をどう結びつけるんだっていうと、いくつかあるんですけど、簡単に説明すると、一つは折り紙がこう動くっていう、平面から立体に立ち上げたりとか、そういうことができるっていうとこを使って、例えばこういうなんか平らに畳めて、こう開いて使えるみたいな、そういう建築物っていうのが一つと、もう一つは、一枚の平面からどんな形でも作れるっていう、いろんな形を簡単に作れるっていうところを使って、例えば膜構造を、一枚の膜から立体な膜構造を作るときに、折り紙のアイデアを使って複雑形状を作るみたいなこととか、そういうことを興味を持ってやってます。そういうことをやってると、意外と建築の構造の職能っていうものが、スケールかなり横断的というか、他の分野にもこうはみ出していける領域がたくさんあるなというのは感じていて、で、例えば生物学から、形を持ってくるとか、あるいは考えた、その建築構造物として考えたものがファッションワークとして、ファッションデザイナーの形と、あの方と一緒に、作品作ることにつながったりとか、そういうかなりいろんなつながりが、形という意味でも、他分野とか人とのつながりという意味でも、かなりつながりやすい職能だなというのは最近感じているところです。具体的に言いますと、例えば、昔から生き物の観察は好きなんですけど、これはイシガキフグっていう、ハリセンボンの仲間なんですけど、これ熱海のお土産屋さんに釣ってあって、面白いなって思ってずっと見てたら、売り物じゃなかったんですけど、あげるよって言ってもらったやつですが、これを見てて僕が何を面白いかと思ったかというと、硬いこのトゲとトゲ同士は触れ合っていなくて、で、柔らかい皮膚でつながっているだけなんですけど、ハリセンボンと同じでちっちゃくなったり大きくなったり、こう膨らむ過程で、このトゲ同士がうまくこう噛み合うようにこう変形している。で、その様子がすごく折り紙に似ているなと思いまして、で、いや、その折り紙っていうのがロンレッシュパターンっていう折り方だったんですね。そこは細かい話ですけど、で、そこで、折り紙と膜構造っていう、膜テンセグリティ構造というのかな、その棒と棒が触れ合ってないけれども、膜の張力によって形ができているものっていうのが、この折り紙と膜構造が関係性があるんじゃないかっていうところに着目して、で、こういった自由形状の膜の構造物みたいなものを考えたりしました。で、さらに詳しく説明しておきますと、このロンレッシュパターンという折り方がすごく嬉しい特徴がありまして、それは折り紙をやっていたから知っていたことなんですけど、あるこんな形の建物を作りたいなっていう多面体を与えてあげると、それをロンレッシュパターンという、その折り紙のパターンで作ることがコンピューター計算で自動的にできるっていう形でして、なので、例えばこれだと、こういう最初に建物として作りたいなっていう形を与えると、それを折り紙化自動的にして、で、それを膜構造に変換して、で、最初にこういう建物欲しいって思った形をそのまま膜構造で複雑な形でも作ることができるみたいな、そういうものを考えたりとかしています。まずはこのハリセンボンのパターンで、布にこう棒を貼り付けておいて、で、どうなるかみたいなことを見たりして、で、これは作る途中の模型ですけど、こう伸縮性の布を引っ張っておいて、
でそこに棒を貼り付けていって、で周りを切り取ると、縮んでこうポコポコと勝手に形が出来上がってくるという作られ方で、この複雑な形を作るみたいなことをしています。最初は、まあ、折り紙のパターンをいろいろこう、いろんな折り紙のパターンをテンセグリティに置き換えてみるっていうチャレンジをしてました。なのでダメだった折り方もたくさんあるんですけど、まあ全てコンピューターでやったというよりかは手を動かしながらいろいろ作ってみて、でその中でうまくいったものがあったっていうところで、いろんな作り方があるんですけれども、今お見せしている模型これとかこれは、3D プリンターで作ってまして、布を伸縮性の布を引き伸ばして、固定しておいたところに直接 3D プリンターで、溶かしたプラスチックをこう塗りつけるようにこうつけていく、で押し付けるようにすると布とプラスチックが一体化して、で、まあ、棒を要は貼り付けたような形になる、で最後プリントが終わった後に周りを外すとこうポコポコ形が出来上がってこういったものができる。でまあ、これは伸ばした状態でちょっと枠つけて固めているものですけど、まあ、これを外すと形が立体に立ち上がるっていうようなものです。はい。ですね。まあ、これを実物大にでも、研究として作っていまして、まあ、8メートルぐらいの構造物を、東大の権藤研究室と一緒に作ったんですが、その時は、まあ、3D プリントというわけにはいかないので、布にポケットを縫い付けてそこに棒を差し込んでいくみたいなことをしたんですけれども、まあ、形の大きさごとによって適した作り方を変えるみたいなところも、まあ、一つ大事なところかなとは思っています。構造力学を、まあ、構造エンジニアとしての何でしょう、時間を積んでいくと構造の見える目みたいなものもだんだんと身についてくるなと思ってまして、もともと折り紙の目みたいなものはちょっと持ってたと思うんですよ。だから服のシワとか見ても折り紙に見えちゃうみたいな、こういう服のシワとか見ててもあこれは吉村パターンだなみたいなそういう街とか歩いてても木の葉っぱとか見てあこれは折り紙だなって思ったりするんですけど、それがさらに構造の部分も最近入ってきたのを感じてまして、例えば樹木の樹皮とかの、形がなぜこういうシワが寄っているんだろうとか、こういう形で伸びていったんだろうみたいなところまでも、構造エンジニアの職能があればわかるというか、世の中の生物だったり、まあ、実際に人が作った建物だったりがよりこう解像度高く見えてくるみたいな部分があって、そこはすごく面白い側面だなとは思っていますし、そこから作れる形っていうのもたくさんあるんじゃないかなと思ってまして、まあね、ハリセンボンから思いついた形はある程度今、建築の実在構造物だったりファッション分野に応用だったりしていただいてますけど、もっと他のものもにも広げていけたらなとは思っています、はい。まあ、やっぱり変形するものは折り紙好きとしては興味があるんですけど、これは、チランジアという、パイナップルの仲間の葉っぱなんですけど、根っこを持たない植物で、他の木とかに絡みついて、で、樹上とかで暮らしてて、メキシコとかだと電線とかにも大量に絡んでくっつねたりするらしいんですけど、根っこがないのになぜこう絡みつけるかというと、葉っぱ、まっすぐな葉っぱなんですけど、葉っぱが枯れるとこうくるくると乾燥すると曲線状にこう収縮する性質を持っていて、それでこう巻きついていくみたいなことができるんですけど、この葉っぱの表と裏が違う収縮率で縮むとこういう曲線を描くみたいなことが起きていて、で、まあ、こういった変形性能を使うと、まあ、いろんな形が、
できるなと思っていて、これも豆の殻を飛ばすために豆の鞘が、あ、殻じゃないですね、豆を飛ばすために豆の鞘がこう螺旋状に変形するとか、こういった自然界で平面からこう立体物を作るみたいなところも面白いなと思ってまして、これは青霧の葉っぱですけど、葉っぱじゃないですね、果実の皮みたいなものですけど、こう反り返るような変形をして、でこういう立体になると、これ離すと飛ぶんですよ。あのくるくるっとプロペラのように回転して飛ぶ形になるとか、こういう平面から嬉しい特性を持った立体になるみたいなものにも興味がありますね。ですね、これも種を飛ばすために、実が割れてこう反り返ることで種をポンポンと飛ばしていく。松ぼっくりとかもそうなんですけど、乾燥するとこう反り返る系の植物たちっていうものが、まあ、すごく面白いなと思ってまして、同じようなことができたら、もしかすると畳んだ状態で、平面な状態で何か構造物を送って、現地で乾燥すると建物が立ち上がるみたいなこととかもできたりするんじゃないかと、まあ、これも同じような猿滑りの海とかも本当に一瞬で開くんですよね。1分ぐらいで、濡れると閉じるし、乾燥すると開くっていうので、こんなに反応のよく開いたり閉じたりするっていうのは、なかなか人間でも作れない構造だなと思いますね。逆にこれらは乾燥すると開くんですけど、砂漠に咲いている植物とかだと逆に濡れると開くみたいな性質持ってたりして、場所によって表と裏で伸びやすさ縮みやすさが逆になっていたりとか、それぞれ適した形になっているところも面白いところだなと思います。どんどん話してしまいますと、あとは貝も面白くて、貝は全て、まあ、これら同じ祖先からできたものだと思うんですけど、二枚貝とか巻貝とかって全然違う見た目してると思うんですけど、実は同じ作られ方、成長の仕方でできていて、実はちょっと同じ、アルゴリズムでパラメータを変えるだけで形のバリエーションができてくるんですね。で、本当にちっちゃい形を、要はちょっとずつ大きくしながらくっつけて大きくしていく。だからちっちゃかった赤ちゃんだった時の貝殻っていうのをそのまま残したまま、そこに物をくっつけて大きくしていくんですけど、その時の拡大率と霊率、ねじれ、どれぐらいねじれるかっていうのと、曲がる曲率を変えることで、まあ、基本的にはその3つのパラメーターでこれだけのバリエーションができてくるっていうのはすごく面白いですし、同じ作り方を例えばするとしたら 3D プリンターとかがくっつけて大きくしていくっていう意味では同じような作り方だと思うんですけど、ちっちゃかった建物をちょっとずつ大きくしていくみたいなこととかできたりするかもなと思ったりしています。あとはキノコにも最近興味がありまして、キノコはまあ、スーパーで売ってるキノコとかも、あれは一つのキノコではなくて、キノコの集合体という、表現が正しくて、10ミクロンぐらいのちっちゃな菌糸と呼ばれる糸が一つのキノコで、それがこう組体操のようにつながって、できているんですけど、隣との関係性とか周りの環境というだけで一個一個がリアクションすることで、一部が軸になり一部が傘になりっていうようなことをするんですけど、まあこういうなんでしょう。で、その結果別に脳みそも持ってるわけでもないのに、何か、外から変化が起きると、それに対してまるで一つの生き物のように反応して振る舞いますし、時には学習するみたいなこともするらしくて、菌糸を伸ばしていったところを、断ち切ると、一回引っ込めてもう一回行こうとするんだけど、もう一回断ち切ると今度は別の方向に行くとか、そういう学習能力みたいなところもあるらしくて、ちょっと脱線しましたが、何が言いたかったかというと、こういう何でしょう、
小さなユニットを作っておいて、隣同士の関係性だけ決めておいたりしただけで、全体としてはすごく適した形になっていくみたいな、そういう単純なユニットがもし作れたとすると、本当に組み合わせてモジュールを積んでいくだけで、一つ一つのモジュールが何かリアクションを起こして全体としては適した形に実はなっているみたいな、生物学だと自己組織化とかそういう言い方をするみたいですけど、まあこれは全然リアリティはまだ持ててなくてかなり野望みたいなところですが、まあそういった形も何か作れると面白いかなと思います。はい、最近はまあもちろん自分で基本的には散歩して何か見つけて面白そうだなと思ったら調べるみたいな感じの繰り返しなので、あんまり体系だった知識はないんですけど、まあさすがにそれだとちょっと本当かどうかわからない知識ばっかりついてしまうなと思って、最近は生物学系のつながり、研究者の方とかとも仲良くさせていただいていて、そういう人から教えていただいたり、まあ、一緒に散歩したりする中で、逆に向こうにもわからなかったその力学的な発見とか、逆にこちらが知らなかった生物の知識とかが得られたりするので、まあ構造化が建築家と一緒に形をこうブラッシュアップしていくような感覚と同じような感じで、他分野の人とコミュニケーションする中でいろんなものの解像度が上がっていくっていうのは面白いところだなと思っています。はい、それこそ生物学者の方とこういった形に関してディスカッションできるっていうのもエンジニアならではだと思うんですけど、ものを一緒に作るという意味でも建築家に限らず、まあファッションデザイナーの方とファッションを一緒に作ったこともあったんですけど、それも同じように建築家とまるで話すような感じで仕事は進めてまして、例えばドレスを作るときに、なるべくこう広がりの大きなドレスを作りたいと言われたんですけど、それってつまりは肩持ちの大きな肩持ち針を作るというのと同じ問題なので、まあこれは建築と同じように考えればいいなと思って、その裾を大きくするデザインを考えるとか、かなり何でしょう、同じボキャブラリーで話せる領域っていうのもたくさんありますし、コラボレーションの可能性、もともとコラボレーションする職能だっていうところから広がる可能性はすごく大きいなと思いますね。形と材料を扱う職業なので、形と材料が関わる仕事ってもう世の中にいくらでもあると思うので、そういう意味ではかなり幅広く広がる部分だなと思っています。